茨城何もないんですっていうコメントがあったりしたの。そんなこと全然ないよね。トゥクトゥクドライブいいね。梅納豆いただきます。うん、もう私もさ、とんかつに納豆、納豆かけようって思ったいいね。うん、ギリ。うん、梅出てきた。うん、うん、美味しい。今ですね、荒木歩きの茨城県です、おすすめ教えてくださいって今シェアしました。ということでアクティビティへ、レッツゴー。これだよ、めっちゃ可愛いんだけど。トゥクトゥクレンタルしてみました。お邪魔します。アクセルこれなんだ、はい。どうやって、あ、手前に、そうです、ね、あ、でまずブレーキを下ろします。はい、ランプついてない。はい、え、これでもう行くの、はい、あー行くわ。おー、あ、あ、はい、慣れてきた。もう早くない、慣れるの早っ、うん、トゥクトゥクドライブ。あ、巻き声行きたい、ね、にぎわってるね。ここですね、はい、歩行者なし。楽しかった。トゥクトゥクの運転なら私に任せてって感じ。海だ。あ、暖かいね、岩が暖かい。アイシツミする？アイシツミあるよね、なんかこういうさ究極のみたいな。やってみて。じゃあこれとかなんかあれみたい、恐竜の卵。見て、結構難しかったよここまで。石アート結構難しいんだから。これのお昼ご飯の場所まで案内お願いします。ありがとう、運転しばらくまっすぐですか。はい、嘘、嬉しい、着きました。じゃあこちら魚屋さん、素敵な門構えでございますね。本当だね。うわ、いい匂いする。スープをまず。うん。うわ。美味しいね、あゆ、うん。はい。ありがとう、お願いします。美味しいねこれ。美味しい。おだし、うん、あんこの皮。プルプル、うわ絶対美味しい。美味しい。笠間市にやってまいりました。はい、笠間市といえば栗ですね。今回はモンブランをあのね、有名ということで食べ歩いてみたいなと思います。
ということで第1店舗目、記念すべき第1店舗目ですよ。やってまいりました、カサマロン。あ、いいね、カサマロンってなんか学校みたいじゃない、ここ。学校をあれじゃない、利用してるんじゃない。お邪魔しますか。はい、カサマロンカフェ。あ、こんにちは、よろしくお願いします。はい、パフォーマンス型ですね。すごいあ、すごい綺麗。おお、わあ、お化粧ありがとうございます。うわ、栗。おいしい。もう普通の見た目が、見た目がストレートでいいですね。どう？マロンの香りする。香りもだけどさ、口に入れた瞬間マロンって感じがする。まろやかなよね。うん、マロン。道の駅笠間さんにやってまいりました。こちらの中にモンブランのお店が入ってるらしいので行きましょう。はい、こっちはね、渋皮の香りがすごいちゃんとするの。お塩をつけると甘さが引き立ちますので、お好みでご使用くださいって書いてある。じゃあちょっと塩。うん、本当だ。うわ、美味しい。これなんと本日3軒目のモンブランのお店にやってまいりました。なんか門構え素敵じゃない。素敵、ね、こぼれモンブラン。こぼれモンブランだって。え、すごい、全然違う。すごい、想像してたモンブランと。え、何このお店の。もうどんな時でも多分一番美味しい。私のモンブランランキング1位なんだけど、ね、今日さ大当たりだよ。全部大当たり、大正解。お店晩ご飯のとんかつ八海さんです。もうペゴパペゴがペゴパペゴパ。 あ、ね、ちょっと待って、私思い出したんだけどさ、ファッションチェックしないから最後しといて。ここでね、こんな感じで。はい、じゃあくる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 、かわいいです。では、はい、デニムのシャツ、これあのガニ大好きなガニです。で、パンツはジョン・ローレンス・サリバンよく履いてるやつで、これは身長がとっても漏れてしまう、でも歩きやすい酒井とクラークスのコラボの超お気に入りブーツ。ブーツ？靴。で、それは？あ、この白いカーディガンはね、スナイデル。かわいいね。これめっちゃあったかかった。で、本当は上までボタンあるんだけど、今回はちょっとなんか襟がさ、大きめだから、なんか肩抜きみたいな感じで着てるの。カバン、ディオールのカバン。かわいいね。ポシェットみたいなカバン、お気に入りです。はい。じゃあ、ご飯食べよう。うん、おいしい。梅納豆合うなって思うけど、すっごい合うわ。梅の味ちゃんとすんの。うん、もう私もさ、とんかつに納豆かけようって思った家で美味しすぎて。茨城のおすすめを募集した時に、うん、茨城何もないんですっていうコメントがあったりしたの。うんうん、そんなこと全然ないよね。うん、たくさんあった。ほとんど1日で、うん、全部満喫できたって感じ。ということで、いただきます。続きをね。うん、歩き歩き。はい、OK。